私のスイートコーンはちょっと短いですね。このぐらいまでしかない。いつももうちょっと。だいぶ自分が外の周り見えなくなるぐらい伸びるんですけど、水不足だったせいでちょっと短いです。竿は全開に上がってます。まあまあ揃った生育になってます。あのね、スープの原料です。コーンスープの原料です。これね、もう今日明日ぐらいに収穫来るってことでちょっと取ってるんですけど、ね、まあ少し生え切れしてるんで収量そんなにないんじゃないかなと思ってるんだけど、実は結構取ってきましたね。で、今年ススモン病っていうね、葉っぱが枯れてく病気があるんですけど、それがすごい少なくて良かったなと思ってます。こういうやつ、こういうのがね、もう全面に出る時があるんで、そうなるともう収量もないんでね。で、これ頭、これね、頭ないんですけど、これ倒伏防止のために全部切ってます。時期が来るとね、スイートコーン屋さんが来て頭ジャーンと全部切っちゃいます。台風とかで倒れないように。トカチは切るみたいですね。オホーツクの方はなんか切らないらしいんですけど、切らない方が収量多いんじゃないかなって思うんだけど、倒れるとね全然なくなっちゃうんで、パッと見こう1本2本1本の茎から2本ぐらい収穫できそうな感じなんで、まあ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 あるのかな。これは1本の株間線、あ、これは1本が3本に分かれて、ここに細いの、これはダメだけど、これはもしかしたらいいかもしれない。で、1本、うん、やっぱりこれは細いね、ダメだ、無駄な努力。まあ取れたらいいなと思います。トウキビ畑なんだけど、でここに管理道路があるんですけど、ちょっと歩いてたら発見しました。これ爪の跡、足跡、これアライグマじゃねえかな。最近ね、アライグマがトウキビを全滅させてるらしいんです。あちこちの農家の家の家庭菜園を。絶対アライグマだ、これ。ほら、なんか悪さしてたっぽいっすね。ラスカルなら可愛いんだけど。うまいこと刈りますね。どのくらいあるんだろう。これこぼれてた陶器。こういうのね、甘いんでね、ミミズが大好きです。